スウォンジーマンブルズ鉄道の地図スウォンジーマンブルズ鉄道は世界で初めて旅客輸送を行った馬車鉄道である。1804年に開業しマンブルズの採石場からスウォンジーなどに石灰岩を輸送した。イギリス政府が奴隷制度を廃止したのと同じ日に初めて旅行者を乗せた。この鉄道は1960年1月に廃止され、廃止時は 電気トラムが用いられていたが、それ以前に馬から蒸気機関車に変更されている。馬車鉄道時代のスウォンジーマンブルズ鉄道の客車列車1804年、スウォンジーのドックに物資を輸送するためにスウォンジーとマンブルズの間に鉄道線を付設する計画がイギリス政府によって承認された。最初の線路はその年の10月に付設された。合併して、 スウォンジーマンブルズ鉄道となる以前の名称はオイスターマス鉄道で一般にはマンブルズ鉄道の名前で知られていたスウォンジーとオイスターマスの間には道路がなく鉄道の本来の目的は石炭、鉄鉱石、石灰岩を輸送することであった1807年に馬が牽引する客車によりスウォンジーにある スウォンジー運河の近くのブルーアリーバンクからスウォンジー湾に沿ってオイスターマスの漁港にあるキャッスルヒルまでの間の旅客輸送が開始された。ありがとうございます。